皆さんこんにちは、リテラミリタの竹部です。今日は家でも簡単にできる動的ストレッチというのを紹介していきたいと思います。今日はね、内容的には主に下半身になりますので、まあ、これから下半身のトレーニング、エクササイズをしようかなと思っている時に、それをする前にですね、この動的ストレッチをやっていただければいいかなと思います。最近ですね、まあ、家でもトレーニングをする方、増えてきておりますので、まあ、いきなりトレーニングに入っていいんですかと、その前にウォーミングアップ何かした方がいいことありますかという質問も受けましたので、まあ、こういうことをしておけば大丈夫というものを作っておきました。やはりウォーミングアップでね、家の中をまあジョギングしたりとかっていう形でこう心拍数を上げていくのって難しいと思いますので、まあ、マットを1枚でですね、その場でできるウォーミングアップ、心拍数も上がってしっかりとストレッチ効果も出るという動的ストレッチを紹介しています。やはり家でトレーニングする際はストレッチする、ウォーミングアップするってなかなか面倒くさいと思うと思うので、まあ簡単にですね、短い時間でまとめてできるようにしましたので、ぜひやってみてください。そして、まあ、日頃あまり運動されてない方はですね、この動的ストレッチだけでも結構息が上がったり汗かいたりすると思いますので、それはそれでね、これをエクササイズとしてやってもらうのもあり、この後のトレーニングのためのウォーミングアップとして使っていただくのもありです。はい、ぜひ一回試してみてください。では行きましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。ちょっと一連の、ね、流れでやりましたので、ちょっと難しく最初は、ね、感じるかもしれませんが、一つ一つ、ね、ちょっと止めて動画を見ていただいて、一連の流れでもう覚えてしまうと結構習慣化しやすいですし、まあ、全部やっても、ね、2分3分ぐらいのものですので、ぜひぜひ覚えて、取り組んでみてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアント様からいただいた体に関するお悩み、相談に対してどういう指導をしているかというのを紹介しています。今日の内容良かったという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。